出雲駅伝区間予想。今回はどこの大学をやりましょうか。はい、国学院大学です。おお、はい、国学院か。はい、エントリーもね、はい、発表されましたし、はい、はい、されましたね。どうなっていくか、うん、もう何日後ですからね、本番が。もうね、うん、もう何日後です。何日後ですからね、ね、はい、本当です、ワクワクが止まりませんけれども、はい、まずヨッシーから見たいなと思ってますが、行きましょう。もうね、エントリーも発表された上での区間予想ですから。そうですね、かなりこう、なんと言いますか、信憑性と言いますか、ね、なるほど、現実味があるんじゃないですか、はい、当たりやすいですよね、はい、うんうん、では、行きます。こちらです。1区藤木選手、はいはい、2区木月選手、うん、3区に中西大賀選手、はいはい、4区に井地選手、はい、5区に平林選手、はい、6区に島崎選手と。なるほど、はい、こちらですね。なるほどなるほどね、うん、なんか順当にね、エントリーされたなって感じですよね、まあまあ、順当ですよね、ね、国学院はね。でまず1区の藤木選手なんですけど、うん、やっぱ1区のスペシャリストというかね、うんうん、この選手はやっぱ集団走非常に得意としているので、うんうん、まあ藤木くんじゃないかなと、はいはい、やっぱでもエースなんで、うん、ね、アンカーとか3区に押してる人もね、うん、いますけど、いますけどね、うん、僕は1区にしたいと思います、うん、はい、で2区にキャプテンの木月選手、今季ねやっぱ 5000m でいいタイム出してますんで、はいはい、まあ、2区、うん、まあ、ここの予想は多分結構分かれると思うんですけど、うん、2区に木月キャプテンでいきたいと思います。なるほど、はい、で3区がやっぱりね、はい、中西大賀選手、はい、こちらにします。この選手はね、前回ちょっとね箱根が、まあ、あんまり良くなかったんで、うん、ちょっと駅伝に悪いイメージ持ってる方もいるかもしれないですけど、やっぱ駅伝強いんですよ実はこの選手、うん、ね、タイムもすごいいいんで、うん、エース区間と言われてるね3区全然任せれるのかなと思います、うんうんうん、はい、で4区に一選手、うん、はい、この方やっぱ箱根もね、うん、いい走りしましたし、はい、うん、今季ね 5000m も 1万m もどっちも自己記録を更新してきておりますのでですね、はい、うん、調子がいいと、うん、ということで4区に抜擢とします、はい、はい、で5区にですね、うん、1年生の平林選手。おー、なるほどね、はい、熱い熱い。この選手はね、うん、今年ねルーキーたくさんね、青垣とかね、はい、駒澤とかいいルーキーいっぱい入りましたけど、うん、今んとこ一番強いんじゃないかなと、はい、僕はね思ってるし、思ってる方も多いんじゃないかなと思います、うん、やっぱね大学に入って 5000m 1万 m 両方ね自己記録出してましたし、うん、全日本の選考会も非常にいい走りしましたね。よかったね、出てくるんじゃないかなと思います、はいはい、なので、うん、5区に平林選手、はいはい、でアンカーに島崎選手。なるほど、はいはい、この選手はね、はい、5000でね自己記録を更新はしてるんですけど、はいはいはい、長い距離が得意なイメージがね、うん、僕はあるんですよ、はい、やっぱ学生ハーフもね2位で非常に良かったんで、うん、この一番長いアンカーの区間に島崎選手を入れたいと思います、うん、なるほど、はい、おー、これは5区までの、はい、成績で島崎くんに渡りますね、はいはい、タスキが。それからどうなります、うん、グーッと伸びるようなチームなんですか。もう粘るって感じでしょうね。おーおーおー、はい、国学院は、まあ、僕の予想ではその、うん、優勝争いをしてるとは思ってないんですよ ね、 なるほどね、そのアンカーの時点でも、うんうん、だからいかにこう粘りきるかと、うん、最後そういう感じになるんじゃないかなと。ただ平林くんはね、僕そう区間賞なんか言ってるね、そう取るんじゃないかなと思ってる。平林くん僕も楽しみです、うん、そうですよね、楽しみ楽しみ、もう僕はね本当ルーキーが一番強いと思ってるんで、本当楽しみですね。どうちゃんはこれヨッシーの予想って言いますか、うん、もう順当なメンバーにはなりましたよね、うん、でまあ中央区間にも主要な選手ばかりが入ってて、うんうん、まあありじゃないですか。なるほど、はい、あり、全然ありだと思いますね。なるほど、近いのかな、どうちゃん。じゃあどうちゃん見てみましょうかね。行きますね、どうちゃんお願いします。はい、僕はこちらです。ドン、1区藤木選手、はい、で2区中西大賀選手、うん、3区木月選手、うん、4区平林選手、うん、5区島崎選手、6区ドンチ選手。おお、出た、しました。一時選手、一時選手、うん、はちょっと外させてもらいました。ドンチ君、そこの違いだけだったでしょうか、まあそうですね、うん、まず1区の藤木選手は、うん、はい、そうですね、2人、はい、まあ、一緒なんですけど、やっぱりスタートが遅れられないこの出雲駅伝で、うん、やっぱエースって言われてる藤木君ですから、うん、しかも1区でね、あの箱根でも実績ありますし、うん、まあ、そういう意味でも1区は得意じゃないかと、うん、やっぱ集団走は、うん、なるほど、まあ、そういう意味では、藤木君がぴったりじゃないかと思ってる方も多いと思いますし、うん、まあ、吉井もそうですよね、うん、ですから藤木選手は選びました、はいはい、で2区の中西大賀選手は、ね、うん、国学院の中では 5000m の記録が一番速いんですよ。そうですね、うん、
で、まあ、5.8 キロでしょ、肉が、うん、はい、はい、でこの、あの1区2区でね、前の方にいたい、なるほど、まあ、あわよくばトップで行きたい、うん、ということですね、うんうん、で前回、2年前の出雲駅ではこの1、2区がこの2人だったんですよ、うんうん、それで優勝してますから、うん、やっぱスタートはこの2人ちょっと行きたいと、そっか、いうことですね、ディフェンディングチャンピオンですね、ディフェンディングチャンピオンの1区と2区ですよ、はい、うん、で3区は木月キャプテン、うん、まあ、この方の安定感、そしてまあ今季の調子も含めてですね、ちょっと採用したいと思ってます、うん、まあ、大分東明高校で、まあ、ちょっと波の選手だったんですけど、うん、まあ、この大学4年間ね、じわりじわり育ってきて、うん、やっとこう、ね、箱根でアンカーで、うん、今年ですか、うん、区間3位を出すぐらいの力を持ってますから、うん、まあ、長い距離にぴったりということと、キャプテンの責任感、うん、これがあるんじゃないかな、エース区間に、エース区間なるほど、で4区ちょっと、フラットなコースに1年生の平林くん、なるほど、はい、まあ、2区も考えたんですけど、うん、やっぱ一番負担の少ないつなぎ区間、うん、4区だと僕は思ってるんです、うん、でその中に、平林くんを入れてどうなのかっていうことを試したいと思います、なるほど、まあ、いい走りすればもちろん言うことないですし、まあ、悪い走り するかもしれませんけど、まあ、そこら辺は初駅伝なんで、うん、ちょっと分かりませんけど、まあ、平林くんの4区にちょっと期待したい、まあ、スピードも活かせる区間ということですね、なるほど、まあ、よし区間賞と言ってましたけど、はいはい、まあ、もちろんここでも区間賞取れる可能性があると、はい、で5区は島崎君、はい、まあ、国学院の中でも5番目かな、5000の記録が、うんうんうん、になるんですけど、まあ、ここの 6.4 キロの中でも、まあ、彼のポテンシャルだったら難なく行くんじゃないかと思ってます、うん、まあ、つなぎになるんですけど、まあ、ここでねちょっとした遅れは取り返せるし、うん、まあ、先頭を走ってたとしたら、うん、ちょっとアンカーに対してアドバンテージ取れるんじゃないかと思ってます、うんうん、で最後はねアンカードンジ君ですよ、うん、なるほど、エントリーとか登録出てますけど、うん、ちょっとこうタイム持ちタイム的には低いんですね、まあね、だからドンジどうなのかと、長い距離の方がいいんじゃないかと言われてますけど、うん、まあ出雲の中では一番長い距離、うん、そして最上級生、うん、で僕は一番思うのがですね、前田監督がですねなぜドンジ君を入れたのかですよ、うん、走らせたいから入れたとしか僕は思わないんですよね、うん、はい、やっぱ走らせたいと、うん、ドンジをということで僕は選んだと思ってます、だから入れたい、で入れるならどこかといったらアンカーという、なるほど、まあ、消してるアンカーが一番いいんじゃないかと思いますね、うん、はい、まあ、そういうことで国学院、まあ、登録というかエントリーはやっぱ順当ですよ、うん、こう見れば、うん、そうですね、はい、こうやって見るとイジチ君と、はい、ドンチ君の違いだけですね、はい、そうですね、一緒じゃないですか、うん、しかも、まあ、ロックの選手に入ってる選手をよし入れてないという、そうですね、まあまあまあ、でもどっちもありえると思うんですよ、で僕の場合は後半ありえるのかなって言ったら分からないですよ、うん、前半の 1,2 区はありえると思うんですよ、うん、そこね2区と3区逆ですね、そうですね、トロちゃんとよし、なんかこっちの方が予想してる人は多いかもしれないですね、うん、なるほど、ドンジ君を入れてる人はちょっと少ないんじゃないかなと、うんうん、まあ、うん、なぜでもこの登録されたのかということがちょっと僕は引っかかるんですよね、なるほどね、使いたいから入れたんじゃないか、調子がいいから入れたんじゃないか、うん、確かにね、で 1,2 区はもう完全に全前回優勝したとこですから、うん、これをこうあやかりたい、なるほど、っていうことですね、うん、まあ、同じでいきたい、はいはい、前田監督も、うん、どうであれ同じでいきたい、わ、うん、かりました、はいはい、じゃあ2人ともですね、まあ、6人ずつ選んでいただきましたけども、はい、うん、やっぱりねもう1人入れなかったっていう選手がいると思います、はい、うん、毎回聞いてますけれども、はい、7番目の選手をぜひ教えてほしいです、はい、よしーからお願いします、はいはい、僕はですね、うん、川崎選手、あほほほほほ、ね、こちらの選手やっぱりね最近調子が上がってきてるんですよ、うんうん、いいね、5000m の自己記録も出してるんで、うん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 、全然絡んでくる可能性はあるかなと、うんうん、やっぱドンジ君もですよね、なるほどね、うん、ドンジ君も確かにドーちゃん言ってる通り、うん、入ってきてるってことはあるんじゃないかな、あのタイムで入ってきてるからね、そうなんですよね、うん、なるほど、うん、って感じですかね、うん、じゃあドーちゃんの7番目の選手、僕はですね、はい、イジチ選手です、あそうなるですよね、うん、もうドンジ選手と迷った選手なんですよ、うん、でまあドンジ選手にしてなかったとしたら、うん、全く一緒だったんですけど、はい、メンバーは、うん、まあ、ドンジ選手と僕は迷った選手なんです、うん、14分確か04かな、うん、5000の記録でドンジ君よりは速い記録持ってるんですけど、うんうん、まあここは先輩の名をちょっと勝ったということですね、うん、ですからちょっとイジチ君はドンジ君が出ないのであればイジチ君ではなかろうかというふうな僕の予想です、うん、まあ、ドンジ君やっぱロード強いですね、ロードがねやっぱ強いし、うん、やっぱ長い距離強いと思うんですよ、そうですね、でアンカーがまたいいっていうことですね、箱根も走りましたし、ね、箱根のアンカーも良かったし、うん、木月君でも良かったんですけどね、わかりました、いや、はい、注目ですね、はい、いやもう本当にもうワクワクが止まらない、うん、
一週間楽しみましょう、はい、逆に、はい、あと何日か、はい、あと何日かです、うん、はい、本日はどうもありがとうございました。